フランス革命とは、フランス王国に起きた資本主義革命。フランス革命記念日は、フランス共和国建国記念日でもあり、毎年7月14日に祝われている。フランス革命を代表とする資本主義革命は、封建的な残留物を一掃し、お成し遂げた。フランス革命は、アメリカの立革命とともに、資本主義革命の典型的事例である。 フランスでは、旧支配者の抵抗が極めて激しかったため、諸々の階級の対立、闘争が最も表面化した。フランス革命とは、フランスにおいて、領地所有の上に立つ貴族と高級生職者が権力を独占していた状況が破壊され、ブルジョアジーと呼ばれる商工業、金融業の上に立つ者が権力を握った変化を言う。ブルジョアジーは権力を握ったが、 貴族を排除することなく一部の貴族とは連立を続けた。フランス革命は貴族と上層市民を対等の地位にした。フランス革命以前は国王がフランスの五分の一の領土を持つ最大領主だった。その国王の周りで権力を組織していた宮廷貴族は国王に次ぐ大領主であり、減免税特権の最大の受益者であった。財政支出の中から 宮廷貴族の有力者は巨額の国家資金を様々な名目で手に入れた。しかし、ある段階で国家財政が破綻し、もはや支払うべき財政資金がなくなった。権力を握っていた宮廷貴族は自分の減免税特権を温存し、ブルジョアジー以下の国民格層に対して負担をかぶせようとした。そこで権力を取らないことには自分たちの破滅に繋がると、 感じた商工業者、金融業者が国民の様々な階層を反乱に借り立てて、両種の組織する権力を打ち破った。1789年7月14日のバスチーユ占領がその始まりとなった。この時点では、上層銀行家と株式仲害人を中核とする金融業者の一団が雑多な群衆を反乱に向けて組織した。 さらにハリー・チュートンのフランス衛兵が反乱を起こし、国王軍と群衆の衝突の中で、国王軍を敗北させた。この軍の反乱には、価値観を構成する、下級貴族の役割が大きかった。この革命によって、宮廷貴族の減免税特権は廃止され、家柄万能の時代は終わり、フランスの近代化が始まった。アンシャンデチームを風刺した、がフランス革命で倒された。 旧体制はアンシャンレジームと呼ばれ、日本では絶対主義と呼ばれている。この言葉は中世の封建制度に比べると国王の権力が強まり、国王の絶対的権威は王権真珠説によって理論化され、チは国家なりという言葉がその本質を表していた。フランス絶対主義はルイ13世の時代にリシュリュー最小によって確立され、ルイ16世の時代に終わった。 しかし、絶対主義という言葉で呼ばれているにもかかわらず、必ずしも国王個人が絶対的な権力を持っていたわけではなかった。国王は、フランスの領土の五分の一を持ち、最大の領主であったが、あくまで領主の一人にとどまり、最大の領主であったというにとどまる。絶対王政の機関では、国王が権力を行使できない場合も多く、 国王を立てて絶対的な権力を行使したのは、リシュリュウやマザランなどの一軍の大領主であった。この時代に王権を動かしていた大領主の一団は、宮廷貴族と呼ばれ、約4000やあった。宮廷貴族の地位は、家柄で決まっていて、宮廷貴族の上層は、家柄の力で高級官僚に若い頃から任命された。これらの西洋の領主、階級を日本語では、通常、 貴族と呼んでいるが、実態は平安時代の貴族よりも江戸時代の武士に近いものであり、貴族というよりは西洋の武士階級とすべきものである。当時の宮廷貴族に要求される能力は、宮廷の作法、剣の双方、宮廷ダンスの技術、貴婦人の扱い方であり、学問とか経済運営の能力は次元の低いものと見られていた。宮廷貴族の大多数は、 大蔵大臣の仕事に向かないものが多かったため、有力宮廷貴族がパトロンとなって、能力のある者を大蔵大臣として送り込み、その代わりに自分の要望通りの政治を行わせた。これらの宮廷貴族がベルサイユに集まって、王の宮殿に出入りしていた。宮廷貴族は収入を得るために高級官職を独占していた。当時の官職収入は桁違いに大きく、 世紀の報給よりも、役徳や食券乱用から上がる収入の方が多かった。これらの役徳は当然の権利とされていた。このため四千屋の宮廷貴族はその大小の官職によって国家財政の大半を懐に入れていた。これらの官職の中には、無用な官職も多く、例えば、王の部屋に使える故障の官職だけに8万リーブルが必要であった。 その高い報給と副収入が、貴族の収入となっていた。また、国家予算の10分の1を占める年金支払いは、退職した兵士や将校にも支払われていたが、その年金額には大きな格差があり、退職した大臣や元帥といった、宮廷貴族には巨額の年金が支払われた。さらに王が、個人的に使用できる、秘密の予算もあり、赤帳簿と呼ばれた。 宮廷貴族は夫人を使って大臣、王妃、国王のところにいろいろな理由をつけて金を取りに行かせた。これらは宮廷貴族による国庫略奪であった。フランス革命は国庫の破綻を引き金にして引き起こされた。国庫の赤字を作り出したものはこのような宮廷貴族の国庫略奪であった。ところがこのような不合理な支出が当時の宮廷貴族にとっては 正当な権利と思われていた。その権力を守るために、宮廷貴族たちは、行政、軍事を含めた、国家権力の上層部分を残らず抑えていた。宮廷貴族から見ると、国家財政を健全化するために無駄な出費を削ろうとする行為は、宮廷貴族の誰かの収入を削ることになり、その権利を取り上げることは、悪性と見えたこの場合国王個人や、 少数の改革派の意志は問題にならず、宮廷貴族の集団的な利益が問題となった。このように宮廷貴族は当時のフランス最強の集団であり、革命なしにはこれらの宮廷貴族の特権を奪うことはできなかった。宮廷貴族は行政と軍事の実権を握っていたが、司法権は報復貴族に明け渡していた。報復貴族の中心は、 各地の高等法院であり、パリ高等法院が最も強力であった。法律に相当するものは王の直令として出され、これをパリ高等法院が登録することで効力が発生した。国王の命令はほとんどの場合絶対であり、時々高等法院が抵抗運動を起こして王の命令を拒否したり、修正したりすることに成功しただけであった。立法権は、 宮廷貴族を含めた王権に属していた。報復貴族の官職は、官職売買の制度によって買い取らなければならず、売買代金を王が手に入れた。彼らのほとんどは、ブルジョアジーの上層から来た。司法官の職を買い入れると同時に、領地も買い入れ、貴族の資格を買った。報復貴族は、宮廷貴族に比べると、特権階級ではなく、領地の経営と、 官食収入で財産を作った。彼らは支配者の中の野党的存在であった。宮廷貴族の中には、オルレアン公爵、ルイ・フィリップ、ラファイエット公爵など反体制派の一派がいた。彼らは宮廷内部の権力争奪戦で敗者になり、日陰の存在であった。そのため進歩的な発言をするようになった。彼らの大多数は官食収入の比重が少なく、 自分の領地からの収入の比重が多かった。このため王に頼るところが少なかったので王に服従せず自由主義派になった。彼らは宮廷貴族の反主流派だった。フランス絶対主義下では商業貴族と呼ばれた貴族の一団があった。これらは商業や工業を経営して成功し貴族に劣勢られた者たちでブルジョア貴族と呼べる者たちであった。 この商業貴族にはせいぜい減免税の特権しかなかったが商人や工業家にとっては社会的な名誉であった。国王は商工業を振興するという建前から王権の側はこれに対していろいろな政策を取った。商業貴族は貴族に劣捨てられたものと呼ばれ、貴族社会では成り上がりものとみなされた。しかし貧乏な地方貴族よりははるかに経済力があった。 これらの商業貴族の多くは地方行政の高級官僚となっていた。ブルジョアジーには徴税受け負い人という一団も存在した。フランス王国では間接税の徴収を徴税受け負い人に任せた。その徴税の仕方は極めて厳しかったので、小市民から大商人に至るまで恨みを買っていた。徴税受け負い人は封建制度への規制的性格の最も強い。 存在であった。徴税請負い人は、工業、商業の経営や技術の進歩に大きな役割を果たしたものが多かったので、本来はブルジョアジーに属する。しかし、王権の手先として商業そのものを抑圧する立場にもあった。そこで商人が、徴税請負い人を敵とみなすことが多かった。徴税請負い人は国家と直接契約することはできず、 一人の貴族が代表して政府と契約した。貴族はその報酬として年金を受け取った。すべては貴族の名において行われ、徴税組合には貴族が規制していた。銀行家や商人、工業家たちは当時のフランスではブルジョアジーと呼ばれたが、上層ブルジョアジーに属する者には貴族に匹敵する個人財産を持つ者も現れた。しかし彼らは、 いろいろな方法で宮廷貴族に利益の一部を吸い取られ、国王政府の食い物にされた。ブルジョアジーは宮廷貴族の非支配者であった。フランス絶対主義の時代には、貴族や高級僧侶は領地のほとんどを持ち、経済的に強力な基礎を持っていた。全国の土地が代償様々な領地に分かれていて、領地は直轄地と保有地に分けられ、直轄地は 領主の城や館を取り巻いていた。それ以外の土地は保有地として農民や商人、工業家、銀行家などに貸し与えた。それらの土地の保有者は領主に控訴を支払った。その土地を売買するときは領主の許可が必要で許可料を不動産売買税として支払わなければならなかった。ブルジョアジーの中には農村に土地を保有して地主となった者もいたが、 この場合も領主権に服し、コースを領主に支払っていた。農民で領主であった者は一人もいなかった。農民やブルジョア地主は領主に領主権を支払いながら、国王には租税を払った。彼らは二重取りされていた。絶対主義下では、国民は三つの身分に分けられており、第一身分である聖職者が十四万人、第二身分である貴族が四十万人、 第3身分である平民が2600万人いた。第1身分と第2身分には年金支給と免税特権が認められていた。ルイ14世の晩年以来フランスの国家財政は苦しくなり、立て直しの試みも成功せず、ルイ16世の時代になって財政は完全に行き詰まり、1780年代時点の財政赤字は45億リーブルにまで膨張していた。 しかし、ルイ16世が任命した増将たちは、宮廷貴族に十分な課税をせず、国家の資金を惜しげもなく与えた。財政困難が深刻になり、宮廷が満策尽きた結果、国王は、チュルゴやネッケル等の改革派を増将に任命せざるを得なくなった。彼らは、宮廷貴族などの特権身分に対して課税などの財政改革を進めようとしたが、 宮廷貴族などの特権身分たちはこれに反対して、その改革を失敗させた。宮廷貴族たちは、宮廷の官職、軍隊の高級将校、将軍、元帥、行政上の高級官職を握っていた。彼らの圧力を受けて改革派大臣は追放されることが繰り返された。ルイ16世1787年4月に、財政はブリエンヌ伯爵に任された。 彼は、終身年金の創設による借鑑を行い、続いて、土地税の代わりに、印紙税を提案した。印紙税は、貴族より、ブルジョワジーに対して負担が重い税だった。パリ高等法院は、印紙税の登録に反対した。ブリエンヌは、国家破産に直面して4億2000万リーブルの交際増発を発表した。この時よるレアンコーが、 発行を不法だとしし、て抗議し国王と対立し、オルレアン公はパリから追放された。高等法院はこれに対して国王に抗議行動を起こした。王権の側は高等法院を抑圧し、報復貴族から司法権を取り上げ、全権裁判所を新設した。この措置は全国的な動揺を引き起こし、オルレアン公に代表される自由主義貴族の反対運動は、 ブルジョアジーや仮想市民も引き入れていった。全国的な反対運動のために増税は成功せず、交際を買い入れる者も,もいなくなった。1788年8月の初めに、ブリエンヌは、国庫は空になるだろうという報告を受けた。8月16日に、ブリエンヌは、現金支払いは一部だけとして、その他を国庫証券で支払うと命令した。この命令はブルジョアジーに、 強行状態を引き起こした。ブリエンヌは、さらに、ケースデスコント紙幣の強制流通を命じた。この結果パリでは、紙幣と現金の交換を求めて、取り付け騒ぎが起こった。国庫には50万リーブルしか残らず、ブリエンヌは辞任させられた。国王は、平民の銀行かネッケルを呼び戻して、財務総督にするしかなかった。パリ高等法院は、 全国三部会のみが課税への賛否を決める権利があると主張して第三身分の広い範囲から指示を受けた。ネッケルは三部会召集を条件として出し、国王は1789年5月1日に召集すると約束した。これらの運動は宮廷内で礼遇されていた野党的貴族とブルジョワジー一家が合流して宮廷貴族の本流に対して反抗したものだった。 ジャック・ネッケル1788年7月25日、パリ高等法院は、採決を身分制で行うべきだと声明を出した。これでは、第三身分が少数派になってしまうことになり、第三身分は、高等法院を裏切り者として攻撃した。高等法院は上報して12月5日に、第三身分の代表者数の倍化を認め、第三身分と高等法院の決裂は回避された。 ネッケルは第三身分の倍価を主張し、ネッケル派の大臣も賛成した。国王と王妃も承認せざるを得なくなった。1789年1月24日に三部会の召集と選挙規則が交付された。各地で選挙が行われて議員が選出され、1789年5月5日、ベルサイユに召集された。第一身分が300人。 第2身分が270人、第3身分が600人で半分が法律家で大部分がブルジョアジーだった。国王は開会式で三部会を独立した権力機関ではなく、国王の命令のもとに財政は赤字解消に努力するものとしか言わなかった。三部会が始まると議決方法を身分ごとにするか人数別採決にするかで紛糾し、1ヶ月の時間が 過ぎていった。また、議員の報給一人800リーブルも、財政赤字で4ヶ月支払われなかった。第三身分は1789年6月17日に、自分自身の名を国民議会と呼ぶことに決定した。国民議会の権限について、議決を行い、国王には、国民議会の決定に、いかなる拒否権もないこと、国民議会を否定する行政権力はないこと、 国民議会の承認しない、租税徴収は不法であること、いかなる新税も、国民議会の承認なしには不法であることを決定した。さらに、ブルジョアジーの破産を救うべく、国債の安全の宣言も決議された。絶対主義の王権は、破産に直面すると交際を切り捨てて、国庫への債権者を踏みにじって、危機を乗り越えてきた。これに歯止めをかける決議は、王権にとって、 致命的だった。このような第三身分の動きに、僧侶部会が影響を受け、多くの司祭と少数の司教が、第三身分へ合流した。貴族部会の大多数は、第三身分の行動に反対した。1789年6月20日に、国王は、国民議会の会場を兵士によって閉鎖するよう、命令し、国民議会の集会を禁止し、 国王が改めて三部会を召集するという命令を伝えた。ダビットによるテニスコートの近い国民議会の議長バイはこれに抗議して隣接する球技場になだれ込み国王の命令に反して決議を行った。国民議会は憲法が制定されそれが堅固な土台の上に確立するまで決して解散しないことを誓うことが決められた。これが後に テニスコートの誓いと呼ばれるようになった。6月23日に三部会が招集されたが、4000人の軍隊が出撃の準備を整えていた。国王類16世は高級貴族とこの衛兵に囲まれて議場に入場すると、国王の承認しない議案は一切無効であると宣言した。そして、身分別に議決を行うことを命令し、 貴族の政治的特権と減免税特権は尊重し、維持すること、封建的特権は財産として尊重することなどを宣言した。これによって国王と国民会議は全面的対決となった。国王が退出すると三部会は解散の命令を受けた。宮廷貴族は午前会議で三部会の解散、10億リーブルの強制借款とロレ例のオーストリアに600万。 リーブルで売却することなどを決めた。強制借款は、特権身分に課税する代わりに、強制的に国民から金を借り上げようとする政策だった。この場合、強制的に大金を政府に貸すことを強要されるのは、大商人、銀行家、金融業者、代行業家であった。このような借り上げでは返還のあてもなく、事実上の没収になってしまう。 ブルジョアジーを破産させる政策であり、三部会解散は国民議会の権力を否定し国王と貴族の絶対主義的権力を再確認する政策だった。こうした噂がパリに流れると、ますます反抗的な機運が高まった。7月11日に国王と宮廷貴族はネッケルとネッケル派の大臣を罷免した。代わって宮廷貴族の強硬派が大臣を固めた。 ブローイ公爵が総司令官権力軍大臣となり、ベルサイユ宮殿を野営地に変えて、パリで暴動が起こった時の戦略として、パリ全部を守ることは不可能であるから、株式取引所と国庫とバスチーユハイヘイン有、廃兵員を守るに留めることが指示された。これは、パリ市民との軍事衝突の際に、国家財政の実権だけは確保するために必要な戦略であった。 バスティーユ襲撃寺院ピエール・ルイス・ローラン・エル国民議会は、軍隊の撤退を要求したが、国王は外出と集会の禁止令を出した。オルレアン公爵の指定パルロワイアルには、王の布告を無視して、大群衆が集まった。7月12日軍隊がパリに向けて、出撃を始めた。パレロワイアルでは、武器を取れ、市民よという演説がされ、 6000人の群衆が軍隊と衝突した。すでに軍隊では給料支払いが遅れていて、この衛兵すら不満を口にし、将校の命令に従わなくなっていた。軍隊の中に王権に抵抗するための秘密クラブも作られた。7月14日に再び軍隊が出動すると群衆がフランス衛兵と共に廃兵員に押しかけ、3万丁の小銃を奪って、 バスティーユ要塞監獄に向かった。群衆が占領したバスティーユに政治犯はいなかったが、要塞は大砲を除かせて周囲の脅威となっていたことと武器弾薬庫を抱えていたので重要な戦略目標だった。国王の軍隊はパリ全体で敗北し、地方都市でも国王の軍隊は敗北し、各地方で軍隊の反乱が起こった。 国王の側はこれ以上の軍事行動ができなくなった。ブローイ元帥は反撃の機会を伺うべきであると、問いたが、すでに軍隊と共に移動する資金も食料もなかった。そこで、国王は泣いて屈服した。国王類16世は情報することを決心し、軍隊を引いて国民会議に出席し、陳は国民と共にあると言い和解を宣言した。軍事行動を指揮した。 宮廷貴族たちは群衆に処刑された。有力な宮廷貴族たちは逃亡し、国王だけが第三身分の捕虜同然の身としてフランスに留まった。この勝利で権力を握ったのは最上層のブルジョアで、経済活動で最強の力を持つ者だった。その中には貴族の資格や領地を持つ者も,も多かった。これらの上層ブルジョア人たちは、士気が乱れていた兵士たちに、 積極的に働きかけて買収して、ブルジョアジーの軍隊に仕立て上げていた。兵士の反乱は自然発生的に起こったのではなかった。この時生まれた革命のスローガンは自由、平等、財産だった。国王軍に勝利した商工業者の上層は自由主義貴族と連携しながら権力の指導権を握った。これ以降の政権はブルジョアジーの上層が 租税徴収権を握り、財政改革を行った。宮廷貴族に負担を被せ、徴税を実行し、宮廷貴族に対してなされていた財政資金を削減か打ち切り、それによって浮いた財源で、商工業、金融業の救済、発展のために支出した。勝利の後、自由主義貴族と上層ブルジョアジーの再上層の政権。 旧体制の特権や領主権に深い関わり合いを持った者たちの政権ができた。彼らは金の力で領地を買い、貴族の力を手に入れ、裁判権や地方都市の財政長官や、徴税受け負い人の地位を持っていた。ネッケルが呼び戻されて増唱に再任され、ネッケル派の大臣も帰り咲いた。ネッケルは強制借款を取りやめた。国民会議では、 財政委員会を選出して財政の立て直しを図ったが、その基本方針は特権身分への課税、特権身分への支出の削減、停止であった。バスチーユ敗北直後から一部の宮廷貴族は復讐を恐れて亡命した。革命直後から大恐怖と呼ばれる農民の暴動が各地で起こった。農民は領主の城や館を襲撃した。 農民に襲撃された領主の中には革命派の貴族も含まれていた。中には武器を持って農民に立ち向かった自由主義貴族もいた。国民議会では農民暴動を武力弾圧せよという強硬派と暴動に正面から立ち向かうことは不利であると考える勢力が激しい討論を繰り広げた。国民議会はまだベルサイユに駐屯する国王軍の脅威を受けていた。 国王軍は撤退しただけで、いつでも反撃できる体制にあった。国民議会が農民の反感を買うと、農村の支持者を失って、国王軍の反撃に敗北するかもしれなかった。そこで妥協案として、封建権利を二つに分けて、人にまつわるものと土地にまつわるものに区別し、前者は無償で廃止するが、 後者は優勝で廃止する提案が1789年8月4日に出され、自由主義貴族の多くが賛成して可決された。こうして、領主権は単純な時代に転換された。この結果農民暴動は収まった。8月4日の宣言には、租税の平等、文部の官職にすべての市民を登用する、金銭的特権を廃止する、貴族の官職独占の否定。 官職売買の禁止、人権宣言も含まれていた。これらの宣言にネッケル派とムーニエ派が反対したが、多数派に敗北した。ネッケル、ムーニエ派は国民議会のこれ以上の改革を阻止しようとした。国王はこれを見て9月18日に新章を送り、8月4日の宣言を認めないことを通告した。7月14日前後からパンの値段が異常に値上がりした。 これは商人の買い占めによるものだった。10月5日にパリの夫人の一団がパンを要求しにベルサイユへ行き国民議会に押し入り国民衛兵と武装した男性たちもベルサイユに集まった。10月6日の朝、この衛兵が発砲し一人が死ぬと群衆は怒って王妃の部屋に乱入した。群衆は国王が出てくることを望み、 国王一家と国民議会はパリに移転することに決まった。国王は宮廷貴族から切り離されて難禁状態に置かれた。国王が連れ去られるとまだ残っていた宮廷貴族が亡命を始めた。ムーニエをはじめとして貴族議員の200人や貴族将校も亡命した。しかし食料を不足は解決せず小規模な暴動がたびたび起こったが国民議会と 国民衛兵によって鎮圧された。首謀者は処罰、処刑され秩序が回復された。ベルサイユ更新は、宮廷貴族の残存勢力に決定的な打撃を与え、国王を人質に取った国民議会の権力を全国に及ぼすこととなった。12月2日に僧侶財産の国有化が可決され、その後、国民議会の財務委員会がネッケルの反対を押し切って、 国有化された僧侶財産を担保に紙幣を発行することにし、これをアシニアと呼んだ。アシニアを受け取った者は僧侶財産を買い入れることができた。国家がケースデスコントから借り入れていた1億7000万リーブルはアシニアで返済された。1790年1月に地方自治体の選挙が行われ83県に分割され、県の元に軍が置かれた。 1790年3月に国民議会の中に土壌公委員会は作られ、ラボアジェ等の活躍で1793年8月のメートル方向府となった。1790年6月に第一身分と第二身分が廃止され、貴族の称号の使用が禁止された。以後すべての人は市民と呼ばれることになり、男性はシュトワイアン、女性はシュトワイアンヌと呼ぶことになった。 しかしこの故障は定着せず、それまで貴族に使われていた、ムッシュ、マダムが普通の人に対しても使われるようになった。1791年3月20日に、総調税局が廃止され、調税受け負い人が廃止された。1791年6月14日にる、シャプリエ法が交付され、経済的自由主義のもとに労働者の組合結成と、葬儀の禁止。 同業組合再建が禁止された。ベルサイユ更新の後革命運動を指導、組織するいくつかの党派が形成された。財政危機の中で様々な動きがある中で、それぞれの階級の人物が動き、次第にいくつかの党派へのまとまりが作られていった。ラファイエット派は1790年5月に設立され入会金は100リーブルで、かなり高い収入がないと入会できなかった。 ここには最上層部に属する自由主義貴族と最上層のブルジョアが参加した。パリのジャコバン修道院を会場に設立されたジャコバンクラブは国民議会の左派が集まった。会費は年間24リーブル、入会金は12リーブルで職人や労働者では参加できなかった。ジャコバンクラブには議員以外にも職人の親方層から貴族まで広く参加した。 コルドリエクラブは大衆を組織してその意見を政府と議会に押し付けることを目的に設立された。1790年4月頃には存在していた。会費は月に数と極めて安かった。商商人から職人、労働者まで参加した。このクラブの指導者の中に後に恐怖政治の推進者の姿がかなり見られた。コルドリエクラブの実権を握っていた者も,も裕福な。 ブルジョワであった。ブルジョワに憤した、ルイ16世とその家族が逮捕される場面1790年10月に、国民議会の改革に歯止めをかけようとして、国民議会の多数派と対立していたネッケル派の大臣が辞職に追い込まれた。国王はこれを受けて、パリに留まって、国民議会と妥協を重ねることの無意味さを認めて、逃亡計画を密かに立てた。 1791年6月20日に脱出計画が実行されたが国境近くのバレンヌで捕まりパリに連れ戻された。この事件の結果、最も右翼的、保守的な貴族議員が相次いで亡命した。軍隊の貴族将校からも大量の亡命者を出した。高級僧侶や高級貴族のうち応答派と見られたものは監視されたり監禁されたりした。 国民議会の左翼は王権を廃止して、共和制を宣言する、請願書を出し、貴族政治家はほぼ一致して、国王を守ろうとした。ジャコバンクラブの多数は、ルイ16世の敗を決議したが、議会の多数が賛成して王位は守られた。ジャコバンクラブから分離した勢力が1791年7月16日に、フイアン修道院でフイアンクラブを結成した。 フイアンクラブの議員が議会の多数になった。7月17日に議会は共和派の集会を弾圧し国民衛兵を派遣し発砲によって数百名の死者を出した。フイアン派の権力は軍事力と警察力を背景に安定した。共和派の革命派は潜伏した。フイアン派には自由主義貴族とブルジョアジーの最上層が結集していた。 領主権の維持と確保のため8月27日に控訴の増加が決定された。9月3日に憲法が成立し、立憲君主制を採用して、行政権は国王に属し、立法権は議会に属するが国王に拒否権を認めた。議会は一員制で選挙権も非選挙権も一定の租税を収めるものに限定した。フランス王国は唯一にして不可分と宣言された。 こうして革命の第一段階は終わった。1791年9月30日に国民議会は解散し、新憲法のもとで10月1日に立法議会が召集された。国民議会の議員は立法議会の議員になれないという規定が設けられたので議員は全員入れ替わったが議会の党派は変わらなかった。 権力の主導権を握る不ア安派が264人、野党的左派が136人、無所属の中央派が345人いた。不ア安派は絶対多数を取ったわけではなかったが、政治は安定し、輸出と商品は増加し経済は安定した。革命直前に比べて1791年のパンの値段は43%下がり、 肉の値段も41から30%下がった。仮想階級の生活は安定し、騒乱状態は遠ざかった。憲法の成立を祝って大社令が出され、共和派、貴族の反革命派も釈放された。1792年1月に物価高騰が始まった。買い占め人と見られた商人の何人かが群衆に襲撃され破壊や放火の対象になった。 アシニアの価値は下落を始めた。1791年度の国家財政は1億6200リーブルの赤字となった。赤字の原因は新しい租税の基本となった地租が土地所有者の抵抗によって進まなかったためだった。赤字を補充するためにアシニアの増発が行われた。アシニアの信用をめぐって、フィアン派のブルジョアジーと他のブルジョアジー勢力との対立が起こった。 外国の革命干渉と議会内の対立その頃、欧米貴族と王帝はドイツに集まっていた。1791年8月25日に南ドイツのピルニッツでオーストリア皇帝とプロシア王の共同宣言によってフランス国王の権利を回復するために両国が武力行使をする決議が述べられた。対抗策として立法議会のジャコバン系は王帝と 王族財産の没収を要求し、11月9日に可決された。11月8日に亡命貴族の財産没収と死刑の適用を含む法律が不安派の反対を押し切って可決された。ルイ16世は亡命貴族についての法令は承認しないと通告した。議会の中では戦争に賛成する者と反対する者の対立が起こった。 1792年3月10日に、フイアン派の内閣は崩壊した。第一次ジロンド派政権、フイアン派の後に成立した内閣は、ジャコバンクラブの中心メンバーのブリッソーを中心にしていたので、ブリッソー派と呼ばれた。新閣僚の名前は、国用の任命よりも数時間早く議会に通告され、王の権力はほとんど失われていた。 この政権は後にジロンド派と呼ばれるようになった。1791年12月13日に議会は亡命貴族の年金や国債の支払いなど国家からの支払いを打ち切る決定を行った。1792年の春、各地で領主に対する暴動が起き、領主の城が焼かれ略奪された。3月30日にジロンド派の提案で亡命貴族財産を差し押さえ、 これを国民に対する賠償に用いることが決定された。この時期に領主権の無償廃止が清掃の焦点となった。領主権の無償廃止をジロンド派も含めたジャコバン派議員が提案し、フイアン派が抵抗した。敗戦とジロンド派内閣の失脚ジロンド派内閣は、オーストリアとの戦争の議会の賛成を取り付け、オーストリアとプロシアに宣戦線布告した。しかし、 国境に展開したフランス軍は依然として将校は貴族で革命前の階級制度が維持されていた。貴族将校や貴族の将軍は革命政府を嫌をして戦争をやる気がなかった。国王と王妃も敗戦を望み、フランスの作戦計画は国王と王妃を通してオーストリアに内通されていた。フランス軍は各地で敗走し、敵国軍はあまり混乱なく、 フランスに侵入した。こうした事態から戦争に勝つためには新しい愛国心を持ったフランス人による軍隊を組織しなければならないことが痛感された。議会では領主権の無償廃止を阻止したいフィアン派が復権し、国王はジロンド内閣を6月13日に罷免した。ラファイエットは軍を率いてパリへ進撃し、 フイアン派の独裁政権を作る計画を立てていたので積極的に敵国軍と戦闘をしなかった。7月6日にルイ16世は国境にプロシア軍が迫っていることを議会に報告した。無所属の中央派議員は革命フランスを敵国から守る意思を持っているものが多かったので7月10日フイアン派の大臣は辞職に追い込まれ議会は 国家は危機にあるという宣言を出した。8月10日の武装放棄8月10日、事件フランスの危機に応えて、義勇兵がパリに到着し、彼らは連盟兵と呼ばれた。武装放棄を計画していた、パリの職は王権の停止を議会に請願していたが、議会主義の枠内ではどうにもならないと判断して8月9日の夜に、ルイ16世のいる、チュイルリー宮殿を包囲した。 これに対して、領主権の無償廃止に反対する貴族階級が、党派を超えて王政を守る決意を持って宮殿に集合した。8月10日は貴族階級の命運を分けた死闘になった。武装放棄の側は貴族軍人を虐殺しながら、宮殿を占領していった。戦闘が終わると群衆が議会を囲み、王権の停止と普通選挙による国民公会の召集が要求され、 立法議会はその圧力に屈した。8月10日で敗北した者は、フイアン派のブルジョアジーと自由主義貴族、合流した地方貴族だった。彼らは、旧体制に対する、規制性が強く特権的な立場にあり、領主でもあった。1792年8月10日の事件で、国民公会が召集され、ジロンド派政権が再び成立した。この政権は、 上層ブルジョアジーの党派だが、旧体制の特権に関わり合いを持つことが少なかった者たちの政権だった。彼らは、領主権の無償廃止に積極的だった。ジロンド派はジロンド派の2倍の勢力があった、平原派と呼ばれる国民公会の上層ブルジョアジーの中間層と連合して政権運営をした。不意安派の打倒によりこの政権が、 封建領主権の無償廃止を実現した。この結果、領主の直轄地はそのまま、旧領主の所有地として残り、新時代の貴族の大土地所有地として残り、大、中、小の保有地は、領主権から解放されて、近代的所有地となり、それぞれ大、中、小の土地所有者となった。もともと土地を保有していなかった農民には、土地は与えられなかった。 パリコミューンの登場立法議会は8月10日の事件で群衆の圧力に屈したので信用と権力を弱めた。その隙間を塗って議会と対立しつつ、パリコミューンがパリ市を治める権力機関になった。プロシア軍がパリに迫ると、義勇兵の募集、戦略物資の調達、反革命容疑者の捜査と逮捕、前線への派遣委員の任命などを行った。 こうして3000人の容疑者が投獄された。パリコミューンは出撃する前に逮捕されている反革命容疑者を処刑するべきあるという意見が優勢になり、9月2日に先導された義勇兵とパリ市民は牢獄に押しかけて即席裁判で容疑者を殺害して回った。バルミーの海戦、バルミーの戦い義勇兵は前線に向けて出発した。義勇兵は連盟兵と呼ばれ、 フランス各地から集まってきたもので、自費か誰かの費用で武装していたブルジョアの指定だった。貧しい階層は、ブルジョアの費用で武装したブルジョアの傭兵だった。特に、マルセイユ連盟兵は裕福な家庭の指定だった。義勇兵の出撃と並行して、軍需物資と食料の強制挑発が、立法議会によって行われ、義勇兵の装備が強化された。9月20日義勇兵と、 プロシア軍はバルミーの丘で出会った。当時、軍隊は貴族の下で整然と組織されなければ、ものの役に立たないと思われていた。しかし、戦闘が始まると、義勇兵の士気の高さと覚悟の強さに、プロシア軍は突撃命令を出すことができなかった。プロシア軍は砲撃戦だけで終わり、わずかの死者を双方に出しただけで交代した。プロシア軍は傷ついていなかったので、 征服地を抑えるつもりで駐屯したが、赤痢の発生と農民部隊による輸送部隊の襲撃で危険を感じて撤退した。義勇軍は重大な戦闘なしにプロシア軍を国境から追い出すことができた。9月から10月にかけて義勇軍はドイツ領深く侵入して重要都市を破竹の勢いで占領した。10月の末にオーストリア軍と フランス革命軍の激戦が行われ、オーストリア軍に大打撃を与えた。国民公会の召集類16世の処刑王妃、マリー・アントワネットのギロチン処刑バルミーの改選と同じ日に、パリでは国民公会が召集された。議員は700人を超え、ジロンド派、約165人と平原派、約400人とモンタニアール派、約150人の三大勢力に分かれた。 ジャコバンクラブは、議会外団体としてジロンド派と山岳派の両議員が含まれていたが、内紛によって山岳派だけの支持団体になった。9月21日に、王政の廃止と共和制の樹立を宣言した。国民公会では、国王の裁判が進み長い討論と一人、カズトの議員の指名転向による評決を行い調査で、ルイ16世の無条件死刑が決定された。 ルイ16世は1793年1月21日にギロチンにかけられた。敗戦とジロンド派の失脚1793年3月になるとフランスは敗戦に転じヨーロッパの強国から侵略された。原因は御用商人の悪徳行為で軍隊の食料事情と待遇が悪くなり、士気が低下し、義勇兵が減少したことと、 初期の戦勝に気を良くしたフランス革命政府が次第に征服と膨張政策に傾き、一種の世界、革命的なイデオロギーで正当化して、フランスの敵が増えたことにあった。アシニアの価値が下落し、物価高騰が起こり、貧民の暴動を誘発した。しかし、これを力で弾圧すると、ヨーロッパ列強との戦争に、献身的な民衆を動員することができない。 物価高騰を止めるためには、アシニアの価値を維持し、増発されたアシニアを流通から引き上げねばならない。このための政策として、貴金属売買の禁止、アシニアの強制流通、アシニアと競合する手形、株などの証券の取引禁止、累進強制交際などの政策が議論された。累進強制交際には、金持ちが反対し、ジロンド派はこれらの政策に抵抗したが、 平原派は大体賛成した。ジロンド派は、食料品、嗜好品を中心とした、貿易商人や問屋商人が多く、国家との取引でも受ける術がないまま、巨額の革命税を取り立てられたため反乱を起こした。平原派は、工業家や軍需物資を扱う商人が多く、外国との戦争で国家の軍事注文を受けて、莫大な儲けを得た資本家が背後にいた。 彼らは一時的な犠牲を払っても戦争に勝って欲しいと考えた。ジロンド派は平原派の支持を失って次第に山岳派に押されていき権力の座から交代していった。ジロンド派は累進強制交際の採決に敗れると徹底的な反抗を組織した。それに対して山岳派とジャコバンクラブが過激派と手を組み5月31日と6月2日に武装したパリ市民が 国民公会を包囲し、ジロンド派議員は逮捕された。1793年10月3日に21人のジロンド派議員が処刑され、10月16日には王妃マリー・アントワネットも処刑された。マクシミリアンド・ロベスピエール1793年6月2日の事件で山岳派の政権が成立した。当時のフランスは大混乱にあり、 政府の権力が及ばない地域もあれば、欧米列強の占領地もあれば、昔の領主がまだ政府以上の権勢を維持して違法な封権構想の取り立てもあった。このため政府は改めて封権構想徴収の禁止の法令を出した。参議院会の設置国内の混乱に対処するため、政府は臨時行政会議と呼ばれる内閣を組織し、公安委員会がその内閣を監視指導した。 保安委員会は、公安委員会から独立した警察権力を発動した。公安委員会と保安委員会は、ジャコバンクラブを背景に持つ国民公会の山岳派議員が大多数を出した。また平原派は、財政委員会を担当し、個人や企業の契約に対して国家の資金を支払うかどうかの決定権を持った。こうして、公安保安 財政の参議院会の権力ができた。過激派の台頭この頃、フランス軍は敗北を重ね、食料品の高騰や買い占めが激しくなり、貧民の暴動が起こった。これに乗じて過激派の格闘派が最高価格制による物価の抑制、買い占め禁止法、買い占め人の処刑などの非常手段を要求して、国民公開に圧力をかけた。 1793年7月10日に公安委員会が改選され、平原派が交代した。7月27日にロベスピエールが公安委員会に迎えられた。内外の情勢はさらに絶望的になり、9月5日に過激派の中の最大勢力のエベール派が群衆を動員して国民公会を包囲した。過激派は反革命容疑者の逮捕。 食料調達のための革命軍の編成を要求した。この時は、平原派は発言せず山岳派が議論を戦わせたが、ロベスピエールをはじめとして、山岳派は群衆に屈して、国民公会と公安委員会がその政策を実施させられた。恐怖政治の実施9月5日以降、貧民の圧力を背景にした。 レベール派の圧力で後に恐怖政治と呼ばれる政策が実行された。それまで大した仕事してこなかった革命裁判所の人員が増強され、次々と反革命容疑者に死刑を宣告していった。9月29日に最高価格制が布告された。生活必需品の品目を定め最高価格を決定した。この布告で群衆が 商店に押しかけ商店は空になった。10月の末になるとパンがなくなり、パリコミューンはパンの配給ギップを実施し、他の都市も真似をした。品不足と食料不足が起こった。10月4日に買い占め人を摘発するための法令が国民公会に提案され、買い占め人の家宅捜索と強制挑発を行い、即席裁判でギロチンにかけることが決まった。 10月半ばにはさらに食糧不足が深刻になり、革命軍を新しく編成し、農村を回って、食糧を挑発し、家宅捜索を行い、違反者を処刑して回った。これによって一時的には、都市の食糧不足を和らげた。国民公会と公安委員会は群衆の圧力に応じて、恐怖政治を進めたが、同時に群衆を先導した過激派の弾圧も続けた。 食糧危機が一段落し人心が収まったのと戦争が勝利に転じたことを背景に過激派指導者たちは消えていった。恐怖政治の効果パリには多くの外国人銀行家が集まっていたがこれらが排除された結果無制限な投機行為が抑えられアシニアの買い叩きや食料調達が改善され経済危機の緩和に役立った。革命政府の取った非常手段は 累進強制交際、金属貨幣の流通停止、アシニアの強制流通、証券取引の停止などだったが、これによって唯一の紙幣となったアシニアの価格が上昇に転じた。最高価格制と強制調発、買い占め禁止、違反者の厳罰も効果があった。物価はこれを反映して安定し、仮想民の生活は安定した。足元を安定させた国民公開と、 公安委員会は全力挙げて反革命軍と外敵との戦闘に向かった。またこの政策の結果、フランス軍では正規軍と義勇兵の区別がなくなり、貴族将校の後を平民将校が埋めた。彼らは能力もあり勇敢だったので兵士の信頼を集めた。暴利をむさぼった雇用商人も粛清され軍隊の装備も良くなった。重工業がフル回転を始め、 武器弾薬が豊富に供給された。この結果列強を配送させ、1793年の末までに革命政府は内外の危機から解放された。これらの政策で打撃を受けた者は外国の貿易会社、貿易商人、これと結びついていたフランス商人だった。一方利益を受けた者はフランスの工業家だった。革命政府は工業のに努力をし、 軍事工業とその関連部門に資金を投入した。これは商業を犠牲にした工業の育成となった。また、この時革命のスローガンが自由、平等、友愛に変わった。ロベスピエールの孤立1794年になると、フランスは危機を脱し、安心感が出てきた。こうした中でロベスピエールは、反革命容疑者の財産を没収して、土地のない貧民に与えるための、 バントゥーズポーを提案した。ロベスピエールは、反革命容疑者を裁くための人民委員会の設立を提案し、可決させ、反革命容疑者の逮捕に乗り出した。最後に、汚職議員、腐敗議員の逮捕、裁判の権限を行使することを認めようと、国民公会に提案したが、国民公会の平原派議員と山岳派議員の大多数から反対された。 当時の議員の大多数は何らかのやましいところがあったからであった。また、ロベスピエールは独裁者であるという批判が国民公会や保安委員会の多数派から投げつけられ、ロベスピエールは最後の1ヶ月は公安委員会に出席しなくなった。ジャコバンクラブでロベスピエールは無力になったと打ち明けた。テルミドールのクーデター7月28日のロベスピエール死刑執行をもって、 恐怖政治は終了したロベスピエール派の山岳派議員はわずか10人ほどで、他の山岳派議員はロベスピエール打倒に回った。ロベスピエールはジャコバンクラブから反対派を排除し、組織固めをした。ロベスピエールの去った公安委員会は、反革命容疑者の選別の厳格化をさせたり、財産差し押さえを延期させた。ロベスピエールは議会で演説したが、 大多数の議員に支持されなかった。ロベスピエールは7月27日にパリコミュームと同盟を結んだが、軍隊が集まらず、国民公会の軍隊に吸収されて逮捕された。7月28日、ロベスピエールら約100人が処刑された。1794年7月28日に国民公会の初委員会の改選が行われ、8月25日に12、 の行政委員会に権力を分散した。この結果、平原派が力を持つようになり、ジロンド派の生き残りを復帰させた。ロベスピエール氏後も、恐怖政治の継続を主張した、山岳派は排除され、恐怖政治は全敗された。株式市場と商業取引所の再開、処刑された者の,の財産も返還された。国際利子の支払い停止も撤回された。 こうした政策によりブルジョアジーの財産は回復され、元通りの活動が再開された。11月22日、国民公会はジャコバンクラブの閉鎖を決議した。ちょうど8月10日事件以後の状態に戻り、ここでフランス革命は終わった。平原派とジロンド派の生き残りの国民公会は1795年8月22日に共和国憲法を制定し、 普通選挙から制限選挙に逆戻りした。議会は上院の元老院と下院の500人会議に分かれ、議会から5人の総裁が選出され、総裁が行政権を握った。銀内閣制であったが、この制度ではブルジョアジーと大土地所有者の代表者が絶対的に有利であった。1795年10月に総裁政府が成立した。その後は、 ナポレオンの第一帝政、ナポレオン失脚後の王政復古、七月革命と続き、宮廷貴族の勢力は最終的に排除された。歴史学者の小林義明は明治維新とフランス革命の構造が同じであると主張した。フランス革命では領主の組織した権力は破壊され、商工業、金融業の上に立つ者が権力の指導権を握った。 江戸時代は、領主が権力を組織していたこと、明治維新以後、商工業、金融業の上に立つ者が権力を握ったということが確認される。この点で、フランス革命と明治維新は、基本的に同一の変化を引き起こした。フランス革命も、明治維新も、市民革命である。領主の権力から、ブルジョアジーの権力へこれが、市民革命の定理である。 どちらも財政問題が基本的原因になった。フランスの宮廷貴族は巨額の国家資金を様々な名目で手に入れ、財政破綻を引き起こした。江戸幕府財政は大名をはじめとする領主が租税を負担せず、幕府財政資金から老中以下の幕府官僚が様々な名目で国家資金を引き出していた。これが幕府の金庫を空にした。国庫が空になると、 大名や宮廷貴族などの特権階級に負担させるのではなく、商人に対する幕府御用金の増加や、ブルジョアジーからの強制借り入れで負担をかぶせた。その時、江戸時代末期において、関ヶ原の戦い以来礼遇されていた、薩長両藩と商人層の主流が結びつき、倒幕派を援助しながら主導権を握っていった。フランスでも自由主義貴族と、 ブルジョアジーが反乱を組織した。権力の変化と財政問題の絡み合いが日仏両国で明治維新とフランス革命が同じ変化を持つ変革であると規定できる。革命以前のルイ14世、キュロットを履いている。皇帝時代のナポレオン、革命後なのでキュロットは履いていない。小林義明は世界史を 日本史に翻訳する過程で重要な語句について語訳があると指摘し、科学教育研究者の板倉清信も同様な意見を述べて小林に賛成した。フランスのビュルガー、ブルジョアは都市に住みながら、貧民、仮想民ではなく、選手としての貴族でもないので、資産家、中産階級とすべきものである。単なる、市民は語訳である。 西洋中世のノーブルと中世日本の武士は本質的に同じものである。貴族は平安時代の貴族よりも江戸時代の武士に近いものである。西洋の領主、騎士階級を日本語に翻訳するときに西洋の武士階級と翻訳していれば理論的混乱は少なくなったはずである。明治維新を西洋では明治レストレーションと訳しているが西洋で レストレーションとは打倒された旧政権が復活したことを指す。明治維新をレストレーションと言うなら、打倒された徳川幕府が復活した意味になる。明治維新はそのような変化ではないから語訳である。日本人は当時ご一心と呼んでいた。これは革命として差し支えない。正しくは、 明治レボリューションとしたいところである。ドイツ語のビュルガリヒエレボルジオンを市民革命としたのは語訳で、正しくはブルジョア革命と訳すべきである。これほど奇妙な訳語が使われ、しかも高校の教科書にまで書かれ周知の言葉になっているのは日本だけであり、世界の中でも珍しい。この言葉はドイツではそれなりに知られているが、フランスやイギリスでは一般的ではない。 日本では西洋中世の貴族の支配する土地を荘園と呼ぶが、日本で荘園というのは平安貴族の支配する土地で古代国家の延長である。日本の中世の武士の支配地は領地であり、西洋中世の武士階級が支配する土地も領地と翻訳するのが正しい。言語のマナー、セニョリ、グルントヘルシャフトに荘園と訳すほどの古代的色彩はない。 日本では服装を見れば、江戸時代か、明治時代以後かすぐわかる。ちょんまげなら、江戸時代、洋服なら、明治以後とわかる。板倉清信は、明治維新を市民革命と見ない人々でも、明治維新の前と後では見違えるような大きな変化があったということは認めると述べている。板倉は、フランス革命の前後でも大きな変化があったなら、 それは一枚の絵を見たり、ドラマを見たりして判断することはできないのだろうか。それを教えることも歴史教育の仕事と言えるという問題意識を持った。革命政府が初めに言ったことの一つは、服装から身分差をなくすことだった。板倉はヨーロッパの歴史でもキュロットを着ていたり、豪華な刺繍のついたチョッキ類を身につけた人は、フランス革命以前の貴族と見てよい。 そういう人物が出てこないなら、フランス革命以後と見てよいと言える、としている。最高存在の祭典1790年8月3日、政府はユダヤ人の権利を全面的に認めた。1792年5月から1794年10月まで、キリスト教は徹底的に弾圧された。当時カトリック教会の聖職者は特権階級に属していた。 革命勃発以来、聖職者追放と教会への略奪、破壊がなされ、1793年11月には、全国レベルで、ミサの禁止と教会の閉鎖が実施され、サイグルイが、ことごとく没収されて造兵局に集められ、溶かされた。こうして、クルニー修道院や、サントジュヌビエーブ修道院などの由緒ある教会、修道院が破壊されるとともに、 造車などの貴重な文化遺産が失われた。破壊を免れた教会や修道院もモンサン・ミシェル修道院のように牢獄や倉庫、工場などに転用された。エベールらは理性を神聖死し、これを神として理性の祭典を挙行した。ロベスピエールはキリスト教に代わる崇拝の対象が必要と考え、最高存在の祭典を開催した。 しかし、ロベスピエールが処刑され、一度きりに終わり、定着しなかった。その後もカトリック教会への迫害はしばらく続いた。ものの、1801年に、ナポレオンがローマ教皇とコンコルダートを結んで和解した。なお、このような経緯を経たが、革命は宗教を否定するものではないとする主張もある。当時のフランスでは、土領校が統一されていなかったが、 単位制度として1791年にメートル法が定められた。メートル法は定着までには時間を要したが、今日では国際単位系として世界における標準的な単位系となっている。革命によって貴族が一掃されたわけではなく、貴族たちの中にも革命側に加わったものや、一旦は亡命したもののナポレオン時代以後にフランスに復帰した貴族も多い。 ルーベルチュール人権宣言が発せられた際に、すべての人間にとって普遍的で権利であるはずの、人権は、啓蒙失踪などによって、理性を持たない、反人間とされた、フランスの植民地に住む村跡や黒人には認められず、1791年に、ブークマンに引きられた、黒人奴隷が大反乱を起こすまで奴隷制についての、真剣な努力はなされなかった。 1793年のレジェフェリシテ・ソントナによる奴隷制廃止宣言や、1794年のジャコバン派による正式な奴隷制廃止決議は、1791年に始まったサンドマの黒人大反乱による植民地喪失の危機から植民地を防衛するためになされたものであり、決して人権宣言の理念に直接基づいてなされたものではなかったが、それでも、 ジャコバン派による植民地をも包括した全面的な奴隷制廃止は近代西欧世界史上初となる画期的なものであった。この後、ナポレオン・ボナパルトはトゥーサン・ルーベル・チュール化実験を掌握していたサンドマの再征服を計画し、奴隷制の復活を画策したが、解放された黒人の支持を得られなかったため、サンドマは1804年1月1日に、 世界初の黒人共和国ハイチとして独立を達成した。この結果としてハイチ革命後のフランス人の頭の中では奴隷制の廃止が植民地の喪失とイコールで結ばれることになり、後のフランスにおける奴隷制は1848年に第二共和制下でビクトル・シュルシェールが廃止を実現するまで続くことになった。 1789年7月に作成された花型防障型トリコロールスカーレットピンパーネルさらに理解を深めるための文献を以下に紹介する。ありがとうございます。